海鮮ボーガさん、私たちを戦わせたのは聖少女の目論見を打ち破るためではなかったんですね。いえ、賢者としての使命を果たすため、それも目的としてあったんでしょう。でも本当のところは、あなたを束縛する聖少女の支配を解いてもらいたくて。黙れ小娘。同情無用。我が輩はチャリオット。その生き様を愚弄する気か。そんな、私はただこれしきの命運など、忌まわしき星の支配など、自力で断ち切ってくれるわ。地の祈りで満たせ。こいつは間違いねえ、アーカルムシリーズの11体の聖少女ってこいつらのことだったのかよ。気をつけてください。来ます。星は輝かん、何時がために。10秒数えてやる。俺の動きに好きなど茶番はしまいだ。ソラ、これはどうだ。落ち着いていこう。まるで見えていないのね。導いてあげるわ、良き結末。くらっ、横転舞踏閻魔再建。くらっせ、行け。飲まれろ。一族の秘術見せてあげましょうね。くらっ、くらっ、くらっ。エーテライトレクイエスト。ドラ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 。見せてやる。横転舞踏閻魔再建。ふん、くら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 。どうした。何時のよりこんなものか。砕けろ。俺を相手にしたこと、こ甘い甘い。ふん、ふん、くらくせ、くらくら。祈れ。見せてやる。横転舞踏閻魔再建。クラッ、甘い。エーテライトレクイエスト。星流るる時、何時の頭上に破滅が不乱。砕けろ。行こう団長、私たちも後に続く。甘い、くらい、甘い、くらい、くらい。行け、行け。どうだ。見せてやる。横転舞踏閻魔再建。こんなものか。何時の願い聞き届けたり。
丈夫ですか、海星防護さん。しっかりしろよ、鉄腕のおっちゃん。道場は無用だと言ったはずだ。これ式の傷、大したことは。我が輩を誰だと心得る。我が輩は凱旋坊が戦場を蹂躙する怒涛のチャリオット凱旋坊がなるぞ。見よ、この左腕の獣害を。この突き刺さった幾本のボルト、これなくしてはまともには動かぬ腕だ。鋼鉄の器なくして形さえとどめることの許されぬうつろの腕だ。されど今満ちている、痛みで満ちているのだ。ああ懐かしき痛みよ、我が栄誉ある痛みよ。我が輩はついに取り戻した。さあ、もっと、もっとだ、もっと我が輩に痛みよ。ダメです、待ってください、そんな体では。祈れ我に、汝の祈りが我を輝かす、もっと光を、世界を焼き尽くす強き光を。懐かしき痛みよ、我が栄誉ある痛みよ。我が輩はついに取り戻した。さあ、もっと、もっとだ、もっと我が輩に痛みよ。
すごい数です。ジックショー、積み荷を狙ってやがるぞ。飛竜に乗りてはるばる来たというのに、随分な出迎えではないか。っておい、鉄腕のおっちゃんじゃねえか。海鮮防御さん、無事だったんですね。助かったけどよ、どうしてここに。我が輩が渡したカードを差し出せ。今すぐにだ。カードだ？それなら。おお、栄養があらわになったか。急に何すんだよ。あっぶねえ、なんてことしやがる。実に鮮やかな手際だな。こうもまた百戦錬磨、青けれど一発の戦士といったところか。一体何だってんだよ。どうしてカードを破ろうとすんだ。あの後我が輩は各地の戦場を巡っていた。ふらりと聖夜に現れては敵味方の別なく戦いに明け暮れる。何しろ長きにわたり味わえなかった感覚だ。毎日飽きもせず戦い続けていた。そんな日々の中で我が輩はふと声を聞いたのだ。声？他でもない、あの忌まわしき極星の声だ。それってまさか。相変わらず勘のいい小娘よ。そう、我が輩と奴との契約は未だに続いていたのだ。我が頭上で星がのうのうときらめいていると知り、全身の血潮が煮えたぎった。今こそ三区の戒めに終止符を打たねばならぬ。それでカードを持っている私たちのところに来たんですね。間違いない。湧き上がるこの不快感こそ奴が生きている証左よ。とうに沈黙は破られた。姿を現せ、星の獣。何時の祈りで星は輝かん。お前生きてたのかよ。久しいな、
果敢なる戦車よ。はっ、貴様と交わす再会の言葉など持ち合わせてはおらぬ。我が屈辱、ここで晴らしてくれようぞ。貴様、我が歌詞の感覚を奪い無様に這わせるか。どこまでこのチャリオットを愚弄する気だ。我は解かねばならぬ我らの真実、世界の真実。貴様の用など知ったことか。叩き潰す、一片の光も放てぬようにな。待ってください。話だけでも聞いてあげませんか。ああそうだぜ。危ないやつなのかもしれねえけどよ、話してから判断してもいいだろう。そこをどけ。いかな事情があろうともやつを許すわけにはいかぬ。落ち着けって。鉄腕のおっちゃんが暴れるから仕方なくそうしてるんじゃねえのか。そうですよ、特に悪意も感じられませんし。その甘さがいつか命取りになるぞ、若造どもよ。若き戦士たちを感謝する。ワールド、世界の名を冠する者、何時らにも覚えがあろう。まさかアマルティアで会ったあの絵画野郎がワールドだってのか。確かこの世界を滅ぼして自分たちのための世界を作るって。しかり、それこそ世界の悲願なり。我らはもともと白雨戦争で滅びた獣、その核を世界が再構築したのだ。じゃあお前は今もワールドの言いなりなのかよ。いいな、我が何時らに傷つけられ状況は一変した。戦車との契約が弱まり、同時に世界の支配も弱まった。それでガイゼンボーガさんと契約し直すために声を届けて。しかり、今こそ世界から我が尊厳を取り戻さん。戦車よ、我と共に立ち上がり首謀たる世界を。知れ者が。黙って聞いておれば調子づいてごちゃごちゃと。そんな感覚がないんじゃ。ふん、ここで奮い立たずして何がチャリオットか。引け星の獣よ。
戦士の尊厳の何たるかを。皇軍中に待ち受ける幾多の苦難、戦場で何度となく味わう激痛、敵を次々にほふっていく高揚、敗北ですすらされる苦渋、勝利でもたらされる美酒、感情が理性的に体を動かし、刺繍が生命を際立たせ、苦痛が快楽に変わる逆転。尊厳とは、あまたある戦場の感覚を我が身一つで戦い抜いて得られるものだ。なればこそ我が輩は忌まわしき契約を終わらせ、真に一角の戦士とならん。でもよ、一緒にワールドを倒さねえと世界が滅んじまうんだぜ。世界など知るか、我が身は我が輩のためにあるのだ。つまらぬ祭りごとや道義など異性者の犬にでも食わせておけ。今すぐほふってやる。それともまだ何か申し開きがあるか。汝の言葉、祈りとして星が受けたまわる。ここってあの戦場か。星の獣め、こたびは何を企んでいる。ああ、我が頭上にきらめく聖望よ。願わくば、勝ち時の歌をもう一度。当然たる曲線よ。願わくば王の都へと凱旋し、今一度勝ち時の歌に酔わせたまえ。これは杉氏妃の我が輩と同じ希望に満ちたる制裁よ。我が祈りを聞き届けたまえ。星である前、核に残された記録だ。あの日の祈りは世界により叶えられ、我は星となった。しかし我は輝きを失った。世界の傀儡となり果てたのだ。我が輩と契約したのも世界の指示であると。あの時は選択の余地もなし。ただ今こそ反旗を翻す時。なれば戦車よ、我と共に世界を歌たん。笑わせてくれる。真なる共通の敵は世界だから、手を組もうと。バカバカしい。我が輩には乗り手も戦友も必要ない。戦車は短期にて全てを制圧する。たとえ相手が星であろうと世界であろうと意に介さず消え去るがいい。
己が力で戦う覚悟を持たぬ脆弱なる星の獣よ。なんだと？いくら強くても一人で無茶ばかりしていたら凱旋防具さんだって。そうだぜ、ワールドってやつは相当やべえみたいだしよ。いいだろう、キコーラには借りもある。こたびに限り従おうではないか。これでしまいか？一体キコーラは何がしたかったのだ？まあまあ見てみろよ、すげえ人だかりだろ。大事な戦いで勝ったってんで凱旋してきたらしいぜ。よくやったぞ。この調子でやっつけちゃって。戦が決着したわけでもないのだろう。民草は気楽なものだな。ただいま帰ってきたぞ。パパ、お帰りなさい。あなた、会いたかった。おお、今夜は勝利の宴だ。俺の武勇伝を聞きたい奴はついてこい。いいね、ぜひうちの店でやってくれよ。代金は取らねえからさ。おじさん、僕にも聞かせてね。今日は酒がうめえな。まったく、あんたって人は節制しないといけないってのに。ま、でも今日くらいはね。己が身を投じて戦場で戦ったわけでもなかろうに。みんな気持ちは一緒に戦ってんだろう。実際軍が武士を変えるように契約してるって聞いたぜ。理解に苦しむな。兵士も兵士だ、民草に混じって浮かれるなど。凱旋防御さんは兵隊さんだったんですよね。戦いに勝ってみんなで喜んだりとかあったんじゃないんですか？ただの一度たりともそんなことはなかった。無論みんなで喜びを分かち合うなど考えたことも。気づいた時には祈っていた。神など信じず己の力のみを頼りに生きてきた男が涙を流し祈っていた。公然たる曲線よ、願わくば王の都へと凱旋し今一度勝ち時の歌に酔わせたまえ。胸クソ悪い記憶だ。だが我が輩はあの時なぜ、なぜそらずらしい友軍の待つ王都で我が輩を見捨てたような奴らと外科に酔いたいと思った。な
に？鉄腕のおちゃんが言ってた戦場の感覚ってやつ、全部は理解できねえけどよ。でもオイラたちにも分かることがあるぜ。ほう、聞かせてもらおうか。仲間と一緒に戦えば、辛いことは分け合えて、嬉しいことはたくさんになる。ですよね。ふん、一人で飲もうが皆で飲もうが、酒は酒だ。味に違いなどない。己が力のみで戦場に立ってこそ、戦士の尊厳は輝きを放つのだ。でもよ、それじゃあまた前と同じことになっちまうんじゃねえか。なあ、鉄腕のおっちゃん、少しくらい素直になっても罰は当たらないと思うぜ。くそ、我が輩は、我が輩は何を考えている。なぜだ、帰還した兵士も出迎える民草も、なぜ同じく晴れやかな表情で勝利を祝しているのだ。勇猛なる戦車よ、改めて願う、我と共に世界を討たん。くどい。星の導きなど求めておらぬ。貴様も世界も我が輩の手で葬り去ってくれるわ。星は常に祈る者の傍らにあり、我が願いと汝が祈りは惹かれ合う。一心同体なれば我は汝。ほう、獣風情が理屈をこねるか。では問おう。一心同体ならば痛むか、星の獣よ。痛みはすべて汝のもの。我は一切を感じず。どうしたんだよ、急に笑い出して。気が変わった。契約してやろう。え、そんなあっさり。星の獣は我が血肉と一体となるらしい。ならば我が輩の独力であることに変わりはなかろう。よくわかんねえけど、そういうことになるのか。だが星の獣よ、思い上がるな。あくまでこの契約は元凶たる世界を打ち倒すためのもの。夢忘れぬことだ。汝の祈りは我の祈り。無論聞き届けよう。当然だな。
では若き者たちよ、また会う日まで。待てよ、鉄腕のおっちゃん、オイラたちもワールドを倒すのに協力するぜ。キコーラもなかなかにしつこいな。戦友を得る気はないと言っている。相変わらず高校と輝く星のごとき瞳だ。今のは極性のいたずらか、あるいは我が輩自身の。まずは右腕の治療が先です。早く船に向かいましょう。まったく、無茶もほどほどにしろよな。これしきのこと負傷のうちにも入らんわ。つばでもつけておけば治る。治るわけねえだろ。早く行くぞ。あくまで拠点とするだけだ。キコーラの戦友となるわけではない。我が名は凱旋坊が、かつてチャリオットと呼ばれた男。己を制す者こそ戦場を制す。途端の草へ行く様では優越。いかな負傷にも我が戦意は揺らぐことなく、むしろなおなお高ぶるばかりである。戦闘教と厭われた我が輩を同志として迎えようとは、気候の水郷ぶりにはたまげるほかないな。極性の軟弱さは気に食わぬが、まさに切っても切れぬ縁だったというわけか。